はい、では、スタート、準備できた。うん。どっちに行く？ノムの森。わかった。ノムの森で、行こう。とにかく、自分の記憶を解く鍵は、ここにあるのかも。火の湖だ。火の湖に行けば何かわかるかもしれない。あれ？何かな？なんか、石のようだけど、赤くて綺麗。まるで宝石みたい。結構赤い石を拾ってみた。わあ、この石あったかいよ。石の中から熱を出してるような不思議な感じだよ。溶岩でもなさそうだし、なんだろうね。珍しいから取ってもらうか。最高っすか。ノーマンの森なんですけど、これでですね、電気タイプの技の威力が下がるので、だいぶ辛いかな。試しに登録をしてみようか。あとなんかミニルのやつあたりとヨルゾクズクのゴッドバードが危険みたいですね。うわ、全然ダメージ足りない。相性がいい敵っているのかな。あ、そうか、仲間の検索やったらもいいか。遠征中は誰も仲間なんだけど、経験値多いね、やっぱり。ここなんか長いマップだな。銀行もう一個持ってきた方がよかった。方法がいいな。抜群ならなんとかなるかな。投げマップは分かった。痛い、当たんねあ、ビッパーの動向は沿岸の山と角山だけです。ここからはパートナーと主人公だけで OK です。ドーブル。ドーブルもな、罠関連の箇所が境目になっちゃったんでね、前作ほどの使い心地はない。ですが、タゲっていう賢さを覚えられるんで、全技の PP がプラス5だったかな。まあ、育てればだいぶ強いですよ、なんか。まあ主人公には向かないですけど、主人公っていうかリーダーか。罠抜けスカーフ持たせて、まあ部屋全体技を覚えされて無双してもらうって感じかな。ほんと叩きつけ全然当たんねえ。落ちてないね。ちょっと見やっと組み勝った。連打しちゃった。ただな、スライド組だとな、ピカチュウだと効果が低いんで、ここにあげますけどね。倒せない、うん、あ、倒せるんだ。備え弱い。シグザロなんか右上の方ありそうであり、うん、ありそう、あるな。確定であるな。ポケドンの場合、隣接しないと寝てる時起きないけどいいですよね。まあ、ぬるいって、まあ、ありますけど。金色組欲しいね。組は欲しいぞ。
いかなる国でも欲しいぞ。金で買うのは鉱物組ぐらいにしたいけど。落とししか。来たか。よし。真ん中あるかしら。ない。残念でした。なんかいたけど、もし。もう一つ食べておこうか。賢さ、省エネとかも覚えられるの一部のグループだけなんですよね。罠対策がないグループだったかな。フラッシュいらねえ。いいことだったけど。もう一個ぐらいなんか押してるだろ。落とせたか。したか。カイロスがいたけど、ヒヨタナパキです。そっか、逃げ足か。てか、通常攻撃の方が強い。アイテムないんじゃね？ないね。かしら。ああ箱か。甘えるはいらないな。ないし、クラボの実だね。箱落とすな。
すごい。水がところどころから滝のように流れてるよ。でも、どの辺りなんだろうね、ここ。ホガモリの一番奥なのかな。進むにも思いが深くて、こっちに行けばいいのかわからないよ。ヘイヘイ。あ、ヘイガニ。ヘイヘイ。何か手がかりとかあったかい？いや、まだ何も。ヘイガニはどうなの？俺らもさっぱりだぜ。ヘイヘイ。でも、ちょっと気になるものがあってよ。気になるもの？あれを見てくれよ。なんなのこれは。俺らもよくわからねえ。なんかポケモンの石像みたいなんだけど。何のポケモンかなこれは。俺らも見たことねえよ、こんなポケモンは。あれ、こういう何か書いてあるよ。足形文字だわ。読んでみるよ。グラードンの命ともしき時、空は日照り、宝の道開くなり。宝の道？だって？スター、宝って？もしかして霧の湖にあるお宝のことかな？宝の道が開くということは？もしかしたら、霧の湖に行く謎がここに隠されてるのかもしれないよ。へいへいへい、そう、本当か。そいつは頑張って謎を解こうぜ、へいへい。足形文字のこの部分、このグラドンの命って何かな？グラドンってこの石像のことかな？つまりこの石像の命を灯せばいいんだな、へいへい。でも、命を灯すってどうすればいいんだろう？待って。そうだ、スター、この石像に触ってみてよ。スターなら、もしかしたら何か見えるかもしれないよ。自分もそう思っていた。霧の湖へ行く道が、そして自分の過去を紐解くための鍵が、この石像にあるのなら。やってくれるんだね。スターはグラドの像に触れてみた。どう、スター。来た。あのめまいだ。そうか。ここに、があるのか。今の子は誰だったんだ。また来るのか、連続で。なるほど。グラドンの心臓にヒデイチをはめる。それで霧は晴れるのか。さすがだな、やっぱり俺のパートナーだ。今のは一体、今まで見えたものとはちょっと違うぞ。今回は声しか聞こえなかったし、また誰の声なのかも全く分からなかった。あの声は一体誰だったんだろう。どんな声なのか印象すら残らなかったんだけど、でもなぜだろう。すごく気になる。スター大丈夫？何か見えたの？声が何を言っていたのか思い出すんだ。あの時のことは、確かグラトの心臓にヒデリシをはめる。それで霧が晴れる、と。待ってよ、ヒデリシ？ヒデリシってもしかして、ヒデリーシってもしかしてあの時エコが拾ったあの石がそうだったとしたら、やっぱり石像の胸の部分に小さな凹みがある。さあ何か分かったの？え？私がベースキャンプで拾った石？あの石をこの石像の胸にはめてみてくれって？分かった。やってみるよ。この凹み入れるのね。エコは持っていった石を石像の上にはめていた。まあ、危ない、離れよう。うわぁ。もやが消えたな。晴れちゃったね。お日様が眩しいよ。あ、あれは。みんな、身を見て。うわ、なんだあれは。もやが晴れてやっと分かった。霧の湖が今まで誰も物に使えなかったはずよ。私たちもここをうろうろするしかなかったんだから。へい、それってさ、まさか霧の湖はあの上にあるっていうのか。へい、そうよ。私はそう思う。
火の湖や、きっとあの上にあるんだよ。ということで一旦切ります。ご視聴ありがとうございました。